人生観は人それぞれ、バラの育て方も人それぞれ、あなたの育て方は正しいですよ。バラから言葉で聞いた方は誰一人おりません。こんにちは、ラビアンローズです。今日の YouTube は目出し肥料、与える派、与えない派、あなたはどっちっていうお話です。目出し肥料、私は与える、与えない、そういうふうな、論議を、時々見かけます。まず、バラの健康診断をしてください。開いた葉が白い粉が吹いてましたら、それはうどんこ病です。寒肥の肥料が多かった場合にバラは消化不良になり、体調を崩し、免疫が下がり、普段かからないうどんこ病になっております。鉢栽培の方は置き肥を手で全部取り除き、しばらくシャワーをかけて土の中に残っている肥料を洗い流してください。庭植えの場合は来年の寒肥の量を少し減らしてみてください。春の開花までに黒星病になった方、寒肥の量が少なすぎたという可能性があります。私の無農薬化成肥料を使わないオーガニック栽培では、毎年梅雨中頃までは黒星病もうどんこ病も発症しない。バラは梅雨半ばまで病気知らずで育ちます。今日の YouTube いかがでしたでしょうか。目出し肥料、与える派、与えない派、たくさん、論議を交わす場面に遭遇しますけども、バラのお医者さんになったつもりでバラの葉っぱを見て健康診断をしてから判断をしてください。これからも応援よろしくお願いします。